じゃあ次の質問に行きます、うん、空中戦で心がけていたことは何ですか。自分の能力を知るっていうことだよね。自分の能力っていうのは味方も含めて、ね、空中戦って、まあ、1対1だったら自分対敵だから自分の最大限のパフォーマンスを敵を見ながら出せればいいんだけど、多くが1対1っていう状況は戦闘では発生することが非常に少なくて、2対1とか1対2とか、さらにはもっと多くなるんだけど、で味方とこういう連携をするときに味方の能力も知るじゃないと、何ができて何ができないかっていうのが分からないと、自分はできるけど味方ができない、自分はできないけど味方ができる、ね、そのレベルが分かんないと最大、まあ、能力の発揮パフォーマンスを発揮できないから、そこだけだよね、味方を知るっていうこと。そうで、実際さ、敵は同じ F15 でもどういう軌道をしてくるか、どういう能力をやってるかは対峙しないと分かんないのよ。あ、はいはい、だって F22 に乗ってます、上空で格闘戦上空で起きましたって、スペック上で言えば F10 が絶対勝てないかもしれない。だけど人間の操縦するものだからどれぐらいのレベルかは分かんないのよ。で上空でやってみて、あ、これはいけるのか、これはある機を見て決着がつかないものの自分がやられる前に逃げなきゃいけないのか、そういう意味では対峙しないと分かんない部分はあるけど、自分の最大限のパフォーマンスを出すっていうことは自分の能力をする知る、そのために地上でこういう話し合いもいつもするし、上空飛んで自分がリーダーとしてウィングマン連れてたらウィングマンの動きをよく見るし、逆に、できないことがあるとしたらできるようにさせてやる、それは上空で指示を出す、地上も含めて、そういうことかな、うん、だから、まあ、質問にはないけどアグレスとか行った時はそういう面でもすごいなと思ったね。よく見てるし、指示が的確だし、自分たちの能力を知り尽くしてるというかさ、だからそれ以上のことは求めないわけよ。それ以上のことが例えばできたとしたらそれはまぐれ、あ、うん、奇跡というかたまたま、だ基本的にはこの大枠の中でこのスペックで自分たちはこれだけができる、でこの中で完結をする、これを上回るものがここに出た場合そこに挑んだとするじゃん、そしたらやられるだけだよね。だそれをそのさじ加減っていうかその、レベルの差を埋めるも、ね、見極めるも人が操縦する以上人が判断しなきゃいけないから、そういうところかな。オーバー G をかけないだとか、うん、リティクルの範囲を見越してだとか、うん、そういう技術的な面を言うのかなと思ったら割と精神的な心の持ち前みたいな話でした、ね、だって戦闘機ってね、もちろんオーバー G しないギリギリのパフォーマンスでハイ G をかけて回ったらもちろんいいけど、そうすれば勝てるわけじゃないから、はい、その時の速度だって高度のやれる方、旋回の仕方、連携の仕方、どっちがどうだ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 っていうそのコンマ単位での判断、ね、操作が結果に直接起因するというか、うん、だからまあもちろん飛行機を最大限の能力を発揮する動きをする、マニューバリングをするっていうのは大事だけど、それ以上に俺は大事だと思う。これは何でかって言ったら、乗れば乗るほど上手くなる、車もそう自転車もそうね、そうじゃない、乗れば乗るほど上手くなるじゃん。でも人との連携だったり人を見て何か判断をするかすっていうのは乗れば乗るほど上手くなるっていう感覚でもない、双方に理解をしなきゃいけないから、自分だけで完結ができないから、そういう意味ではそれは大事だ。お互いを理解しなきゃいけないし、ね、お互いのパフォーマンスを最大限発揮するためにはって考えなきゃいけないしってことだと思うな、うん、俺はそう思ってた。なんかかっこいいですね。そう、うん、一人のさ
例えば F1 レーサーとか、はいね、もちろん仲間はいる、チームがいる、メンテナンスしてくれる、あとはさレース中にもタイヤ交換したりさ、いろんなことをする。だけど基本的に走ってる時は一人じゃん、ドライバーがあのレース場の中で天候だったり、ね、その時の気温だったり路面の状態だったりを判断して操作する。で自分の機体のものを知った上でね、これ以上出すためには何をしなきゃいけないとか、ここまでが限界だとか、それを打った上でアクセル、ブレーキだ、ギアチェンだ、ハンドルだってやるじゃん。だから一人の勝負だと思うのよ。そこに仲間がいるっていうのがどれだけ、大切か重要かっていうところは大きな違いじゃないかなって思うね。ワンオンワンの時はどうします？ワンオンはもうなんていうの、 F15 で言えば一番旋回率がいい高度だったりさ、速度だったりっていうのがあるから、そこからエントリーをして、まあ敵の状況にもよるよ、そこからエントリーするのか、そこにどうやって持っていくのかっていうところを考えながら1対1のパフォーマンスを自分で性能を発揮しながら相手を見ていけるのかいけないのかっていうのをただただ判断するだけだと思うよ、うん、とにかくオフェンシブになりたいからさ1対1は。なるほど、うん、2対1だったらもし自分がこういう状態でディフェンシブだとするじゃん、ディフェンシブってもう明らかに自分が攻撃するより敵が攻撃するのが早いかもしれない。でも味方がいたら相手の見えてないところを狙えるかもしれないし、あ、ね、それって自分たちがどういう状況で連携も必要だし、そうだね。でもこれってさ飛行機とかによらずいろんな分野でも通ずるものがあるとは思うんだけどね。そうですね、ね、ここだとそうじゃん、子供の掛け合いだって、でそれぞれが知ってるから話ができたり、知ってるからまあいろんな会社とかでも指導ができたりだと思うんだけどな。そうこうしていたら16分ぐらいはいはい、ちょっとこれ3問ぐらいやろうかなと思ったんですけどちょっと動画、はい、十分ですね、はい、ということでちょっともうそろそろ店が開く時間になって、そうだね、はい、今日はこの辺でお会いしようと思います。ありがとうございました。